地獄匠海あとアイナカラト小生エナサイバーエージェントレッツゴー。はい、ということで今日もちょっとやりたい企画がありまして、わお、発表してもいいですか。あ、お願いします。はい、題して人狼企画です。人狼ね、ルールはですね、まず今回、皆様にはあのボーンアズミュージックを踊っていただきます。ボーンアズミュージック、人狼ゲーム、人狼ゲームでダンス絡めてます。ダンスの人狼ゲーム、あ、そう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 。で、まずイヤホンして確実で、ボーンアズミュージックが流れます。で、その中の2人だけ途中から曲が変わります。それに惑わされないように踊り続けようっていう企画です。バレないようにじゃなくない、他の人に人狼ってバレないように。あ、そう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 、惑わされないようにバレないように。さ、人狼ってそういうゲームじゃないですか。苦手かもしれない。さあ、早速人狼2人を決めていきましょう。
まあ、大体横の人に一発は切られる。楽しかったね。え？自信は、自信は少数的には大丈夫。おある、ある、うん、はい、チェックされても大丈夫。大丈夫、はい。じゃあ、カシロ君とか。いや、まあまあ怪しい人いたよね。あ、おったよ。いたいたいた。あとで多分、もうモニターで見えると思うけど、はいはい、でも、俺はもう革新的なところが一つある。本当に。それを全員で、あのモニターでチェックしながら、人狼誰かというのを当てていきたいと思います。はい、はい、バイバーイ。バイバイ。超ずれてる。シュール。嘘。マジ？でもエナとモヤトキ二人とも結構上手だよね。え、上手。マジ？え？上手だね。なんかみんなが完璧じゃないからこそなんかややこしい。難しい。せーの、無理がな。では今からみんなで2分間の考察タイムに入っていきたいと思います。はい、スタート。あー、いやでも結構、俺一人は結構一人やね、一人は確定なのよ。うん、誰ですかみんな。せーの、あゆな。うーん、18すぎる。なるほどね。でもみんなあゆなの性格分かった方がいいで、おもろくする人やからフリをしてる可能性も。いや、人そこまで考えてるから、うん、あれ別に否定もしないし。そう、でも普通にこのボーナスはあのままの時にしたいんだけど、練習までちゃんとしないから振り分けて覚えてないっていうのはある。うん、思い出してない。そう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 、普通に間違えたみたいなのはあります。え、なんでそう思うんですか。そう、逆に、まあ、間違えたんですか。なんで会えないと思うんですか。え、ヒップホップパートが、あの、ね、足出すタイミングが明らかにずれてるから。あそこね、結構曲聴いてないとむずい。そうとこだから結構入るの、結構もうやばい。もう一人は、マジで。もう一人ちょっといいですか。俺地獄かなと。俺逆にカナトやと。まあでもそう言ってめちゃめちゃ頭脳戦で匠って言うんですよ。え、俺今一生思ってた。俺と匠、いや違うんだよ。俺、いや、これ違ったらごめんだけど、うん、踊ってる時、映像見て匠めっちゃうまい、めっちゃうまいんですよ。あすごい合わせてんのかなっていう風に。俺はそれはみんなを見てました。あ、なるほどね。まあ、確かに、うん、でも匠はなんか俺普通な気がする。普通だったかな。え、小説的な。俺、でも俺それ思いました。大丈夫、俺で最後 あのフレーズのタイミング、いや、多分音がずれてたのか分かんないんですけど、ちょっとなんかずれてたな。大丈夫かそれは。大丈夫。怖い、怖い、これ怖いな。俺言っちゃって大丈夫。怖いかな。言っちゃいけない。終わっちゃった。俺地獄くんかなって。いやでもすごい上手だったんで俺も分かんなかったんですけど、まあ、あの明らかに2人めっちゃ緊張してたなっていう。そう、まずね、そのと、いやもうこれはもうダンス人狼ゲームやから人狼の要素もあるから、うん、もうちょっと想像でしかないけど、想像っていうか、なんかそう最初めっちゃずれてたみんな音が、で後半からなんか合ってきたな。そう、それに関して言ったらなんか企画的になんかずれてたあれなんかなと思って、俺めっちゃ最後の方遅撮りしちゃってた。うわっ、あー、2分で2回だ。やばい。では、人狼誰かというのをみんなで当てていきたいと思います。はい、1人目いきます。はい、
きましょう。みんなでその人狼、この人が人狼かなって思う人を指さして、はい、はい、はい、で、多数決でその人が離脱ということになります。では行きましょう。この中で一人目の人狼は誰？せーの、ハイエナが1,2,3,4,5 5票の後が1票です。ほら、はい、ハイエナです。私は人狼では、あ、え、では人狼でーす。やったー、ジャジー。いいよ、いいですよこれ。え、マジでむずい。あのヒップホップ、ヒップホップパートね。いやもう意味わからんもん、全然もう。次、ナトッと流れフルボディの、はい、いや、早すぎわー、確かに。ダンダンダンところで、ズッチャッチャッチャッって考えとったんやけど、なんか分かるなって、話が出ちゃって、出ちゃって。すごい。え、フルボディは、え、フルボディの最悪でした。最悪でした。では、2人目の人狼は誰？せーの！待って、今、カナトと、俺がカナト、カナト2票、地獄2票、俺1票、俺1票、じゃあ決勝か、じゃあ2人で決勝投票が入る。決勝投票、2択、あ、カナとか、そうかね、確かにこの2人の2択だ。そう、そうやね、エナもな、そうやね。では、俺ら4人がどっちかに入れる、4人がどっちかに入れる。え、でも2人になるかも。ちょっとじゃあ最後の証言タイム、はい、証言タイム、証言タイム、じゃあ、どうぞ。あ、ただ間違えただけです。ちょっと煽ってる、煽ってる。証言人 A です。証言人 B。証言か。はい。いやでもまあ僕がややこしいことしましたね。そのなんか合わせに行くみたいなことしちゃったんで、すいません。むずいって。ということで。じゃあ4人発表決まりましたか？はい。はい。では行きましょう。決勝戦。人狼どっちか。せーの。また分かれてる。また分かれてんだけど。え、じゃあアイロン足す？あ、じゃあアイロン足しましょう。確かに分かってないの。アイロンも分かってないんで、じゃあアイロン足しましょう。じゃあアイロンだから。じゃあアイロン行く。こんにちは。最後の2人目の人狼をみんなで決めていきましょう。せーの。うわっ、おー、証言お願いします。僕は、はい、人狼ではありません。人狼ってません。間違えただけです。ということは僕が人狼です。うわたくみはもう最後までしょうくんからぶれなかったんですけど、たくみ目線でなんでしょうくんやと思ったんですか？しょうくんだと思った理由は、あのさっきからこう言ったその緊張感と、はい、あと、まあ、ちょっとそのテンポが途中あったなっていうので、あとちょっとその普段の感じとちょっと違うなっていうのがあったんでしょうくんだと思ったんですけど、しょうくんめっちゃうまかったところが、カナダと小生がバクラワってするときに、はい、うん、ベースの音でこう振るところがあるんですよ、はい、そこ多分絶対音流れてなかったのに、一人だけもうバチ揃えしてて、そこだけちょっとうわーどっちかなみたいな。なるほど、めっちゃうまかったから。もうそこはマジ聞こえへんから
もう開始郎とか前の3人の振りめちゃくちゃ見てた。こうく、あ、来た、ふいみたいな。で、ちょっとあの、俺ショックだと思ってたんですよ、踊りながら、はい、だから俺やんな、やりたくないなと思って、なるほど、合わせないから合わせないで、こうちょっとこうやったら、うん目の前でやったから、あ、違う、翔くん違う。なるほど。いやでも、めちゃくちゃむずいな。めっちゃむずいよな。でも、だったから見てて、エナは全部わかったけど、ほんまに翔くんは上手やった。ほんまに上手やった。でも、あの、そういう匠の証言とか聞いて、もう一回踊ってる映像見てみると、また面白いと思うので、確かに、はい、ぜひ見てほしいです。はい。と、はい、いうことで、今回の人狼ゲームは、人狼の勝ちでございます。はい、アイデナに関してはもう100ゼロで負けですからね。ショークの場合、ショークの場合、はい、もうショークがすごい上手だったということで、はい、これ第2弾もやりたいと思います。はい、はい、ではこれで終わりたいと思います。エナ、カナト、地獄、アクミ、あとアイナ、はい、サイバーエージェント、レジットでした。